レッツカレーメイキング。いいもん自分で作るし。これをドバドバと入れていきたいと思います。ウォーメン、ウェーブウェーバーなってる。能感受到这道菜的反差吗？これ投票されなかったらすげえショックなんだけど。いやー悔しいね。欢迎来到素食物语。大家好，我是小林亮太。我喜欢的艺人是阿拉西，请多关照。大家好，我是富田健太郎。我喜欢中国演员是成龙。哦。啊，不是，这不是是你秀。大家好，我是宋道涵爷啊，我喜欢的中国演员是李小龙。今回のテーマは、せーの、鍋。OK。ほら、あれ？俺はどういう顔して見てたらよかったの今の二人を。わかった。じゃあ私から紹介していきます。俺が。結構その友達とかと鍋やるときにハマってるのがトマトなの。丸ごと入れてすっごいホクホクになって、それをちょっと崩しながら食べるとすっげえ美味しい。見たことあるかも。あの日本だと本当シンプルな食材でやることが多くて、今回は白菜と豚肉をミルフィーユ鍋にしようと思います、あ、いいね、ミルフィーユ鍋。調味料、ラー油と醤油と黒酢とごまペーストとごま油、自分の好きな量を取ってもらって、それをここにつけて食べてもらうってことを今日できたらなと思って、それをタジン鍋で。さすが手こねる。いいんじゃないですか。わかんないけど、僕はそうですね、なんていうか日本っぽさを出したくて、こう味噌鍋にしようと思ったんですけど、味噌を使わずに、まあなるべく中国でも馴染みのある甜麺醤と豆板醤とかもろもろでちょっと表現していけたらなと思います。以上です。鍋ごめん開始。あばー鍋クッキングスタート。相変わらずダサいんだよな。ダサいんだよな。申し訳ない、これ多分俺が始めたよね。そうだって最初になんかレッツクッキング、そうレッツって言うから、ね、イエスって俺イエスって答えちゃったから、なんか変ななんか集団俺が始めちゃったからね。はい、いきましょう。作っていきましょうか。白菜からこのまま丸ごといっちゃいます。僕は今回主役のトマトを電子レンジでチンして、だいたい1000ワットで1分。番組側としてちょっと特別な食材をご用意いたしました。何急に一皿ずつお渡ししますが、どういう風に使うかはお任せします。お任せで、はい、はい、シェシェ、ちょっと食べてみていいですか。はい、ちょっと辛いので気をつけてくださいよ。おー、うまい。これ、辣条って言います。おやふうピジョ。辛い無理だね。結構辛いの苦手？結構辛いと思います。ビール飲みながらこれ作ってます。だから鍋に入れるもんじゃないんですって竹内さん。鍋に入れるもんじゃないんです。冷水に入れます。そうすることで剥けやすくなります。あ、皮を剥くんだね。なるほど。これ最初でも単純な作業だな、剥く。どうしようかな。すごく綺麗に剥けていく。両方ね。すごく綺麗に剥けていく。
してミルフィーユも綺麗ですね。綺麗に巻いていく。ありがとうございます。いえいえ。鍋日本で食べますか？めちゃくちゃ食べます。僕も食べます。誰と食べるの？一人です。俺は友達ですね。性格出るわ。いつも俺が作ってあげる。鍋に限らず作っておもてなしするのがすごく好き。でも絶対うまって言ってくんないとマジでやだ。何事もなかったかのように話進めたらちょっと待ってくれっつって味はっつでも何でもいい、美味しいでもいいし、あちょっともうちょいこうした方がいいかも、でも何でもいいんだけど、あなんかリアクションをしてほしい。リアクションが欲しいです。私はって言いながら俺も着々ともう鍋できてきてる。早い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 。めちゃめちゃ早い。え、ちなみにリアンタイは細かいんですか、そういうの。また何ですか？食べるとき結構細かい。何食べるとき細かい？細かい系男子ですか？バカにしたくてバカにしたくてしょうがないよね。してないです、してないです。真剣に聞いてるんですよ。美味しく食べれればよくない？おお、うん、すげえ。ちょっと待って待って早く作りましょう。早く作ろう。私はこのこいつを鶏肉をちょっと切れ目を入れてここの合間にこう挟んでいこう。こういう感じですね。でさらにえこの葉っぱでくるんじゃいます。へえ。これですか。うわ綺麗。でも豆乳これをみじん切りにして、まあ、だしに使っちゃおうかなって思います。さあマジ？いや結構パンチの効いた材料ばっかなんで、もう逆にパンチしてやろうかなと思って、えラーだよーっつって、はい、行きましょう。ちょっとみんなチャレンジャーだね。やるしかないよ、これは。いやちょっと楽しくなってきちゃった。すごいよね、お菓子だもんね、だってね。もう入れた？え？うわすごい、なんかお菓子浮いてる。浮いてる。お菓子浮いてる。お菓子浮いてる。なんかお正月のなんかお菓子みたいな。ここに最後鶏ガラの出汁をちょこっとだけ蓋をして中火で15分ぐらい蒸します。タジン鍋ってどういう鍋ですか？タジン鍋ってあのモロッコの方で水がこうなかなか取れない時があったらしくて、その時に水を取るのにこれでこうやって蒸すとこう上に何だろう、野菜とかお肉から出た水分が上がってって、そこから水分が溜まって落ちるっていうので、水分もここから取れるっていうのでこれを作られたらしいです。すごい知識量だよ。え？いや普通になんか本屋さんで見ました。俺なんか1ミリも知らないよ。47都道府県も言えない。中国って都っていくつあるの？都っていうか市？市？省？省？中国の市名言えますか？じゃあバトルしますか？いや行きますか、順番に行きましょう。四川、南京、北京、重慶、重慶、広州。義合食？信信金金金金金金金そうそう。もうないって。すいません。あ、俺多分分かるわ。麻婆とかありそう。ない。なんか、うん、中国の料理ってカッコに要は分かれるらしくて、こっから小から派生してる部類みたいなのが、ちょメモしていい？いやメモったの本当にいっぱいあるね。すごい。これがこの子の知識のことです。そうです。これが細かい証です。ようやく出てきました。本当にいや本当見てめっちゃある。サントンとか高層とか、わかりません。上海は南京とか、すごい。この八大菜系っていうので分かれてるらしくて、これは分からん。アンケとか福建か、福建とか。すげえ。何書いてるか分かんないけど料理をメモってますね。もうこれだけでもう優勝でいいよ。もうどうなんだろう、知りたくて一応そう書いたりはした。すげえ。
開心情報暇になっちゃった。でこのまま食えるのかな。火火火火火火嘘でしょ。オーマイガーオーマイガー2回目のアメイジン。Thank you。 シェシェよいしょ。ちょっとダメ。何やってるこれ大丈夫なんですか。これいいですか。完成です。焚き火を表現したかったんですけど、見事によくわかんない山みたいになりました。まあ、味もどうなってるか正直わかりません。よかったら食べてみてください。はい、焚き火が消火された。おいおい、这个味道有点难以形容。加油加油，你加油你加油你加油。这个汤里面没有菌菇的香味，是那种辣条里面散发的老干妈的味道，已经把菌菇的味道全都给掩盖住了。然后这个辣条呢，已经失去了它辣条本身的魅力，是已经被泡烂的腐竹的味道。いきます。お、全体ランできました。トマトを使った。お、青春は爆発だ。トマト鍋。おお。見た目のインパクトが。真ん中を鼻に意識した。で、この下はたくさんキノコとかが詰まった美味しい鍋になってます。すごい。美味しそう。我刚刚吃了一下，我觉得那个肉其实鸡肉煮的还挺好的，就是口感啊，就是挺嫩的，而且比较有咬劲。然后那个汤里面，我觉得也是充斥着辣条的味道，就是那个，然后但是又漂浮着很多的葱，所以就感觉喝了一碗葱花辣条汤。上面铺的这个辣条我刚刚也尝了，着实觉得它只是一个装饰品，不好吃。真的不好吃，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 初めて出た。僕もできました。お、できた。いきます。たら、おいしそう。タジン鍋で作った豚肉と白菜のミルフィーユ鍋です。すごく迷ったの、これをどう使おうかなって迷ったんだけど、正直やっぱりここに入れると蒸されちゃうから変な香りが周りにやっぱつくとちょっと難しいなと思って、味が多分強いから、あえてつけだれと一緒になんか食べてほしいなっていうので、結構細かく刻んで、ほんとポロポロにふりかけみたいな感じで一緒にこれも食べてもらえたら、もしかしたら美味しいかもと思って今回は作りました。シンプルに。これ一人だけ、これはやばい。あ、初めて嬉しそうだもん、なんかようやくっていう。醤油黒酢ちゃんとラティオ絶対一人一個は、ラティオも絶対見れますね。それは確かにここが良きそう。どうだろう、やばい、顔が違うんだけど。打開锅的那一瞬间，首先我就觉得这菜特别的实在，不像这两个有点虚啊。那个皮肉が入って皮肉が入って皮肉が入って皮肉が入。然后这个肉和白菜都非常的软质，而且就是非常入味，非常好吃。
ほらやってるから、それ楽しんでんな。1,2,3 やったー、嬉しい。あー嬉しい。なんか人の手の温かさを感じた。もう今までなかったものを感じた。あー嬉しい。これはおめでとうです。いやー本当嬉しい、うん、いやでも俺ちょっとこの番組史上初のブハオチーを俺いただくと思うわ。あれだけ聞こえた時もう一瞬でってなんかもう一瞬で開心就好。很好吃。好吃。谢谢。いただきます。トマト食べてる。トマト食べてる。不好吃。啊，終わった。冷蔵庫の中身全部入れましたみたいな味する。ティプトン？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 那么我们下次再见。やった！どうだ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 ！ゲイ！嬉しい！嬉しい！嬉しい！でもいつも終わったらスタッフさんみんなこう一斉に食べに来てくれるから大丈夫大丈夫大丈夫。まずい。